博多駅から徒歩10分くらいにあるマンションの8階に住んでるんだけどベッドに入ってもなかなか寝つけずぼんやり窓を眺めていた時のこと下の方からブツブツつぶやくみたいな声が聞こえてきた人通りの多い場所なので声が聞こえてくるのは珍しくないけど夜中の3時過ぎだし普通はテンション上がった酔っ払いの叫び声とかだから 欲揚のないつぶやきが窓を閉めた8階まで聞こえてくることに違和感を感じた気になって耳を澄ませながらぼんやり月が見える窓を見ていたすると声がなんだか近づいてくるまさか変質者がよじ登ってきてるのかと不安に思っていると風船みたいにパンパンに膨れ上がった生首の横顔が ぶつぶつ言いながらゆっくり浮かんでいった幸いその声はそのまま遠ざかっていって二度と聞こえてこなかったけど目が合わなくてよかったと心底を思う「住んでるマンションは事故物件でもないし変なことはそれきりなんだけどカーテンは必ず閉めるようになった」